ビルボールジャパンポッドキャスト MC の歌木宏です。生竹真理子です。お久しぶりです。お久しぶりです。聞きましたよ、僕。一人でやってた。どうでしたか？斬新と思って。斬新でもないか。でも意外と一人でやってるポッドキャストの人いますからね。なんか、スタッフからは、なんか夜のラジオみたいって言われましたよ。ジェットストリームって。なんか夜でこう、お話しされる一人で、うん、そういう番組みたいだ。まあ、あるもんね。あるからね。でも、割と、編集もしたんでしょうか。編集もしました。ちょっと遅くなったんですけど、配信は。うん。でも一人でもいけるんじゃないですか。いやー、ちょっと難しい。やっぱりテンションの。テンションね、まあね。キープがちょっと難しいな。うん、やっててなんか自分だんだん声低くなってってきてるな、みたいな、なんか思いましたもん。あれ、実際収録したの何分くらいなんですか？トータルで？うん。14分くらい。14分。うん、じゃあほとんど切ってない？でも14分、トータル14分ですけど、その間に30分くらい。30分録音して14分にしたってことですか？そう。トータル14分なんだけど、うん、14分で、まあ4分くらいカットしたものを、配信したんですけど、その14分を取り切る間に、ちょっとブランクがありまして、その間30分くらい。ちょっとそうやったんですね。どうしようと思って。別のことをしてたの。どうしよう、これでいいんかなって。なるほど。自問自答してたもんですね。そう。やっぱり難しいですよ、ご苦労様でございました。僕は一人でやったことはないんでね。まあ、もしまた次機会あればもっといいやつを。まあ、仕方ないですよね。なんか、2週間前よりゲストを読んで。そう。とか言ってましたけど、まあ、そのゲストがね、来れなかったわけですから。スタッフですけどね。はい、そうです。スタッフですけどね。僕は9日間休んでたのかな。そうですね。土曜とか日曜とか祝日とか合わせて、9日ぐらい休みましたけど、まあ、休んだところで何もすることはなかったですね。そんな遠出できないですもんね。まあでも遠出というか、帰省されたんですよね。まあ帰省はしましたけど、帰省した先で映画館に行きましたけど、やっぱりガラガラなんで。ガラガラっすよ。ほんまにガラガラっすよ。パラサイトとミッドサマーをやっとガラガラで見れました。だから。面白かったですか？面白かったですよ。面白かったっていうか、まあどっちもなんかホラーって言っちゃホラーですからね。なんて言うんでしょうね。私はパラサイトしか見てないんですけど、こう、ホラーでもないし、サスペンス？パラサイトはホラーではないですよね。でもヒヤヒヤする。猟奇的なシーンがあるっていうことでしょ、多分それ言いたい。そう。途中からもうヒヤヒヤばっかりでしたけど。なんか結構ね、あれも格差社会を描いた映画だ、みたいなことをよく言われてましたけど、なんかそういう映画他にもいろいろあったりする。ですって、韓国って。なんか結構あるじゃないですか。財閥が強くてみたいな、韓国は。だから、持てるものが持つみたいな。そういう外縁に貧困層がうんぬんみたいな、を盛り込んだ映画とか結構あるらしくて。しかも最近は富裕層の描き方がうまいらしくて。確かにね、なんか見ててなんか全然違和感なかったですよね。富裕層。パラサイト。なんか冷蔵庫の中身とかさ。なんやこの水みたいな。そこまで見てないな。この水のペットボトル、いやペットボトルでもないこの水の入れ物って何みたいな。そう、あったじゃないですか。なんか、ペットボトルぐらいの高さ。もうちょっと高かったかな。なんだっけ。ガラス瓶のやつ。そう。あれね。あれ。もうセレブ愛用のあれね。あれ。なんか1本1000円ぐらいするらしいでしょ。だってガラスだしね。まあ、ガラスやしね。水よりガラス代の方が。あるよね。駅弁でも高いやつとかね。駅弁の内容より駅弁の箱が高いやつ、ね。そう。そんな感じ。とか、車もちゃんと2台、最新モデルで、みたいな。ちゃんと描き方が綺麗でしたね。何の違和感もなかったですね。とか、そういうことをしてましたね。この9連休は。あと、墓参りですね。やっぱり、ご先祖様は大切にしないと。お彼岸だったんだよね。とか。今週はね、ウィーケンドとチャイルディッシュガンビーノが出たんで。アメリカね。だからそれを聞いたりとか。聞きました。ウィーケンドが出てる映画を見たりとか。そういう、アンカットダイヤモンドっていうネットフリックス見れるやつですけど、っていうのを見たりとか。だからそういうことばっかりですね。か、友達と会うか。そう。っていう9連休。そうです。休みに休んだね。だから。もう、寝て、ちゃんと寝て。ちゃんと寝て。寝てね。いいなぁ、9連休。いいじゃないですか。生田さんも9連休、ぜひ。9連休。先週じゃあ、去年の5月ぐらいに9連休取ってましたね。あ、そうです。で、イギリスに行ってましたね。行きました。これは言っていいことなんですか？ああ、もうだって私は言ったじゃん。あ、言ってるから。そうか。言ってるわ。だから、やっぱ一気に9連休休んでいいですよね。とにかく、人の少ないとこばっかり行ってたってことです。そうです。お墓も全然人いなかったし。でもあそこは空気循環してるから別に。お墓？うん、循環どころじゃないですよ。循環ってか、ね、飽きっぱなしだから別に。飽きっぱなし。なんなら、行った日はなんか春一番的なもんが吹いてたから、もう風がビュンビュン吹いてたから、もう換気どころじゃないです。そういうことはいいんじゃないかな。線香は消えるんだよ、もう。強すぎて。ビューンしてね。そう、火が全然つかないから、それぐらい風が強かったんで、換気は十分だったと思います。そう、換気はしっかりしてるから。はい。完全に冗談です。はい。あ、すいません。はい。はい。というわけで、はい。じゃあ、今日、3月25日ですね。はい。3月25日に、発表したチャートのトップ3。はい。お願いいたします。はい。3月30日付ですね。総合ソングスチャート、HOT100、3位はオフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダー、2位は、オフィシャルヒゲダンリズムのアイラブ、そして1位は AKB48 の失恋ありがとうでした。AKB48 は何万枚売れたんですか？141万4077枚。正確に。まあ、いつも我々正確に言ってますけどね。はい。やっぱ正確に言った方がいいんかな、こういうの。じゃ、今回さ、141万4077枚じゃないですか。はい。例えばこれおよそ140万枚っていうのはありなんかな？ 141 ですよ、この場合は。およそ141万枚。1万枚。なるほど。それが一番、すっきりして、すっきり。約っていうならそれぐらいの方がいい。それが。っていう見解ですね。はい。はい。私はね。ね。はい。でもこの作品は、2020年も今年最初の初週ミリオン突破作ですよ。まあそうですよね。ちなみにね、今週19位に、乃木坂46の幸せの保護色っていう、楽曲がチャートインしてるんですけども、まあこれ先行配信をしているのでっていうところもあるので19位に入ってきてるんですが、これ来週 CD のポイントが加算されるじゃないですか。で、これ今、100万枚までまだ行ってないですよね。100万枚はまだ行ってないです。現時点では。はい。80万枚を超えてるのかな？そうです。月曜日と火曜日だけの。集計。で、80万枚ですから、これも、おそらく100万枚を超える。そうですね。で、あろう。うん。っていう感じですよね。だからまあ、一周早くで、初週ミリオンを達成して、2020年最初っていうふうに、言えることができたわけですよね。そうですね。はい。で、だからもちろん CD セールスも1位なのは、まあ当然なんですけど、ルックアップが6位なんですよね。billboardjapan.com の中にあるチャートインサイトで、ルックアップで相当、っていうか並び替えをすることができるので、まあ1位から5位は何だったのかっていうのはね、実際見ていただけたらと思いますけど。で、ダウンロードが75で、ツイッターが20位で、ラジオが18位でしたっていう指標だったんですね。やっぱり圧倒的なセールスポイントですね。なんかいつも、前作とか前々作とか、そういうところの初週の売り上げと、そこまで変わらない。あ、前作の方がちょっと多かったのかな。前作は160万枚ぐらいいってたので、前々作ぐらいと近いのかな。ジュアルデイズっていうね、シングルだったんですけど、その時の枚数と近いかなっていうところで、いいっすね。いつも通りの力を出したっていう。まあそうですね。ふうに捉えることはできますよね。はい。問題は2位ですね。問題は2位ですよね。問題はっていうのもあるんですけど。注目すべきは、ちょっと怖いですよ、目が。いや。注目すべきはね、2位も注目すべきで、あ、そうです、ヒゲダンのアイラブですけど、あ、ストリーミングがね、先週もすごかったでしょ？そうです。先週、私が一人で、やった時ちょっと喋ったんですけど。絶対僕謝らないです。その時は、885万回再生か。正解。それで、週間再生数の、最高記録を更新したんですけど。てか、毎週更新してたでしょ。もう、更新の更新ですよ。自分の記録を、どんどん、自分の記録、自己最多記録でもあり、史上最多記録でもあるってことですね。そうです、そうです。っていうのを毎週更新してたようなもんですよね。っていうかそうですよね。で、また今回。もう更新したんですね。そうです。はい。975万回ですって、1週間で。1000万回近い。数値ですよね。なんか最終回だったんでしょ？このI Loveが。はい。そうですね。このタイアップっていうか主題歌を務めたドラマの最終回と今回の周期期間が同じ。そうです、そうです。なんでしょ？はい。だから、あのドラマ自体もね、なんかいろいろ、なんかその見逃し配信的なところのその再生回数ランキングとかでも史上最多の回数を出してるとか、あったりとかしてる。だから、いい相乗効果でしたね。そうですよね。うん、この曲聴いて、確かね、ドラマで2回流れたんですよ、この曲。2回？うん、最終回。うん、最終回。最終回2回出しちゃった。出しちゃったの。出されちゃったの。その最初と最後でみたいな。うん、結構1回目早かったような気がするね。冒頭、そんな早くもないけど、でも結構早い段階で流れて。うん。最後も流れたような気がする。まあ、そのおかげなのか。何なのか、ダウンロードとか動画再生でも、どっちも自己ベストを更新しているので、だから、まあ、来週ですね。ドラマ主題歌が最終回に行くにつれじわじわ伸びるってよくあることじゃないですか。まあそうですよね。ドラマが盛り上がるから。まあ、そう。今週9位のウルのあなたがいることでっていう楽曲も、じりじりと順位を上げて、今週が9位だったんですね。はい。前の週が14位だったんですけど、これも同じような、感じで、これはテセウスの船ってドラマの主題歌ですけど、てかこれも最終回も終わりましたけど。終わりましたね。これも同じような推移をしてますよね。うん、最終回に近づくにつれってことですね。最終回に近づくにつれってことですよね。だから最終回が終わった後ってことですよね。まあそうですね。あとどうなるんでしょうねっていうところですよね。いやだからもうドラマが大好きだった人は、もうドラマ終わっちゃった悲しいこの曲を聴いて、またドラマ頭の中で振り返るんですよ。あ、実際そうなんですか？いや、私は、まだそこまで。あなたはそういう楽しみ方をしてないってことですよね。はい。あなたはね。私は。もう、世の女性、男性は、そうですよ。このドラマが大好きだった人はそういう風にしてるんじゃないですか。曲を聴いて、なりきるとかあるんですか？なりきるというか、やっぱり名シーンを思い出すんですよ。名シーンを思い出すんですか？僕も池崎さん側なんで、あんまりそういうこと、聞き方をしたことがないんですけど。あると思います。あるんですね。あるんですね。今想像で喋ってないですね。想像じゃないですね。想像じゃないですね。もう多分それを、そういう感じなんだと思いますよ。まあ実際聞かれてるわけですからね、ストリーミングで相当数が1000万、1000万ってね。だから。すごい。およそ1000万で考えるでしょ？この計算前したら、なんか、7日間は、1週間は7日間だから、7等分すればいいんだ、つって。だから、1000万やったら1000万割る7で、145ぐらいかな。145でしょ？で、1人1回聞いたとしたら、145万人がってことやけど、まあ、1人1回では足らんやろ、多分、1日に1回ぐらいでしょ。そう。だからね、そういう計算を、この計算野暮なんでしないですけども。関係ないから。関係ないから。でも確か5000万回再生だったんでしょ。先週の Spotify、この番組で行った時に5000万回達成ってなって。全部のストリーミングで？うん、そうそう。全ストリーミング。そう。なるほどね。そう、だからまた今回約1000でしょ？だから今6000ぐらい。うん、6000行ってないけどでも6000ぐらいでしょ？ 6000 近い。もうすぐで1億回行っちゃうよ。史上最速でしょうね。になっちゃうんじゃないですか。当然そうですよね。なりそうですね。意外となんか昨日か一昨日ぐらいスタッフとね、てか池崎さんも含めて喋ってましたけど、意外と1億超えるって難しいですよね。難しいですよ。意外とっていうのもあれですけど、なんか最近さ、1億回再生突破しましたってニュースがさ、ポンポンポンって出たからさ、なんかこれが1億回再生のやつ、ポンポンポンって出るんやろうな、みたいな雰囲気になってるのかもしれないですけど、いや、皆さんが思ってるほど1億回再生って簡単なことではないんですよっていう。そうだよね。そう。いずれ1億回になるやろ、みたいなね。まあ、いずれ1億回にはなるんでしょう。いずれはね。いずれはなるんですよ。そのいずれになった時にはもう1億回再生が、珍しいことでも何でもなくなってるタイミングやから、多分、ニュースにもならないみたいな。他にはもう10億回いってる曲はあるかもしれないわけですから、だから意外と1億回って難しいのよ。だから多分次、1億回超えるの、このままやとアイラブになりそうですよね。なりそうですよ。で、その後1億回になりそうな曲が、まあ、社内的な話ですけど、社内的っていうか、俺らが喋ってるレベルの話ですけど、なんか出てくるの難しそうやなっていう体感がありますよね。ちなみに、今週でキングヌーの白日が2億回を突破したんです。その2倍ですからね。2億回再生を突破したんです。2億回突破したのはこれで歴代3曲目ですね。オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーとあいみょんのマリーゴールドに次ぐ史上3作目の総再生回数、ストリーミング総再生回数が2億回を突破したということになります。ちなみに今週は白日は550万再生でしたね。なので、でもこんな500万を超えること自体ね、今年に入ってからぐらいですもんね。うん。今年に入っていきなんだっけ、うん、紅白とかね。紅白とか年末の露出とかでね、うん、相当数増えましたから、うん、今まで900とかね、なかったわけですから。でも1億回、だからなんかすごい数字がでかいから、なんか、たとえ500万やったら、うん、500万やったら、なんぼですか ?20 種20週で1億回を超えるわけですね。単純計算で。そうです。でもそんなうまいこといかないですよ。そんなうまいこといかないですよ。っていうね。さすがです。キングヌーは、そう、550万再生で3位ですね。はい。ストリーミングがね。ストリーミングがね。あれ。あ、でも、ちょっと野暮なこと言いますけど、はい、さっきも野暮なこと言ったような気がしますけど、はい、僕最初ウィーケンド聞いたって言ったじゃないですか。はい。で、ウィーケンドアルバム出したじゃないですか。はい。ザ・ウィーケンドね。はい。アメリカのポップスターね。正確に言えばカナダ人ね。正確に言えばカナダ人ね。うん、北米のね、はい、ポップスターね。うん、失礼しました。もうカナダもアメリカやと思ってしまってる。北米ですね。北米ね。うん。あ、でも、由来はエチオピアですからね。いや、もう、そうですね。はい。だから、ややこしいですね。だから、まあ、一生単に考えちゃってるんですけど。すいません。いえ、とんでもないです。トロント、アメリカやと思ってる節が。それはカナダ人に言ったら多分 NG。NG ですけど。ドレイクってトロントやったっけ？トロントだよね。はい。なんかもう、カナダ人ってイメージが全く。あんまないよね。うん。ジャスティン・ビーバーもカナダ人ですから。うん、正面ですもカナダ人ですから。うん。だから、カナダ人とかアメリカ人とかっていう必要があるのかっていう。うん、ノースアメリカだね。ノースアメリカね。やっぱノースアメリカだね。ノースアメリカのポップスターですけど、ウィークエンドは。なんかさっき出しましたよね。さっきツイッターが、彼のね、ツイッターだかインスタグラムで、そのアルバムが全部でストリーミングの再生回数が10億を突破したらしいですね。はぁ ?10 億 ?10 億。あ、アルバムがよ。うん。アルバムの中に入ってる楽曲トータルで10億やって。うん、それは1夜にしてさっきやから、多分さっきやと。あ、じゃあ、数日間のね。そう、ここ、リリースされたのが3月の20日ですよね。うん。で、今25日ですから、つまりどういうことですか ?5 日ぐらいですね。今たったの。本当だ。Spotify でって書いてありますね。そう。しかも Spotify でですからね。うん。他にもいろいろストリーミングサービスありますけど。ありますから。それ、Spotify だけで10億を突破してますから。わあ。じゃあ、トータルでいくらやねんっていうことですよね。ってことが言えますよね。まあ、これは完全に野暮な話なんですけど、10億です。10億。10億。というわけで、目指せ10億ということで。うん。次のヒゲさんのアルバムは10億。うん、そうです。あ、Spotify だけで10億。Spotify だけで。10億ですから。はあ、ポップスターですね。世界をかける。世界を。だからいろんな国のチャートでね、チャートっていうかなんかストリーミングのランキング、国別でランキング見れたりするじゃないですか。うん、で、バンバン入ってますよね。うん、入ってますね。バンバン入ってますよ。バンバン、ちょっと自分の目がおかしくなるんじゃないかっていうぐらい、なんか文字がダブって見えてくるからさ、ウィーケンドって出てくるから、なんか俺の目がおかしいな。俺9連休のはずやのに目が疲れてんのかなとか、思いましたけど、まあ現実ですよね。うん、一時期のリル・ウージー・バートとか、ロディ・リッチ。ロディ・リッチね。みたいなね。ロディ・リッチとかね。うん、だけど、複数の曲がいっぱい入ってますから。いっぱい入ってる。だから、2018年のドレイクみたいな感じですかね。あ、そうですね。うん。あ、また出たトロントが。すごい方だ。すごいんですよ、カナダも。そう。うん。なんか、ちょっと話がそれましたけど。というわけで、ウィーケンドを聴こうってことですね。もうだって俺らすでに何回も。行き帰りで聴いてます、私。行き帰りで、だから、リリースされてからもう合計8回聴いたでしょ。8回も聴いたアルバム8回聴いたでしょ。うん、で、僕も多分8回ぐらい聴いてるんで。うん8回聞くってすごいよ。久しぶりにアルバムを8回聞いてると思うわ。うん、なんか繰り返し聞くことってなんか年々減ってきてる感じがするんやけど、うん、個人的にはね。うん、でも同じアルバムを8回も聞いてる。あ、デラックス版とか聞きました？あ、まだ聞いてない。デラックス版が出てるのはご存知ですか？なんか出たってね。そうそうそう。誰か。そういうこと、リル・ウージー・バートとか、ワン・オートリックス・ポイント・レバーとか、誰だったかな？何が出てたかな？なんか5曲ぐらいね、追加されたデラックス版が出たんですよ。ニュースを。うん。なんですけど、いやもう、普通に聞いてほしいですね。デラックス版の前に。わかりました。なんか、デラックス版よりも普通の通常のやつを聞いた方がなんか、すげえってなると思う。すげえってすげえってなった後にデラックス版聞いて、ああ、なるほどね、みたいな。あ、だからこれまでの曲がなんかこう、うん、違うバージョンでリミックスされたりとかね。そういうことね、そういうことね。そうですね、なんか。よかったというか、なんか。よかったっていう、それ、デラックスとかじゃなくて普通のやつだったんですか？うん。なんか、彼らしい、なんか空虚感が感じられるよね、いつも。あれって、池谷さん英語得意じゃないですか。ちょっとだけ。ちょっと、俺より得意でしょ。うん。さすがに。うん、いつもなんかこう、うん、大切な人が、いないからによる、うん、なんかこう、空虚感を、まあそれを歌ってる。出してくる人ですね。それを歌ってる楽曲が多いですよね。そう。あの人の恋人って誰でしたっけ？確かね、ベラ・ハディットっていう、スーパーモデルさん。そうそうそう。うん、そうか。で、かつてセレナ・ゴメスともなんか、あったとかなかったとか。うん、あった、そうかなかったとか。そう、だから、いろんな人がさ、なんか、今回の、アフターアワーズ、ウィーケンドのアルバムを、もう、読み解こうとしてて、なんかいろいろブログとかなんかいろいろ書いてるの、僕はいろいろ見てるんですけど、あと、なんか、ブライディングライツ。はい。で、楽曲ではなんか、タッチするだけで十分愛が伝わる的なね、ところがあったんですけど、セレナ・ゴメスはベタベタしてくるから、あれで、なんとかバンディットベラ・ハディットさんベラ・ハディットはそんなことがなくて、みたいなことがあるんじゃないかとか。勝手にね。勝手になのか、なんか事実に基づいてしまうっていうのが、ちょっとソースが曖昧やったんであれだったんですけど、例えばそういうことがあったりだとか、結構自分の心情、マジで普通にストレートに、そうですね。ストレートに言いつつ、サウンドはね、なんか80年代的な感じで。もうスポーツカー乗ってるかぐらいのなんかブーンって感じじゃない？ミュージックビデオでもね、そういう。そうですね。あったりとかしましたね。結構いろんな、今ミュージックビデオめっちゃ出してますもんね。出してる。なんかもう俳優さんかのような。もうストーリーもちゃんとやるし、演技もちゃんとやってるし、前作もそんな感じだったような気がするけど。すごい映像も綺麗でね。そう、こういう。どういう？これ、ポッドキャストなんで、ポッドキャストなんでね、身動きをしてもね、伝わらないと思いますけど、どういうやつですか？エレキ、キーボードみたいなさ、もうなんか誰か後ろでこう弾いてんじゃないかっていう、すごい想像が出る。弾いてると。でもそういう、なんか、キーボード的なストリングス、っていうか、なんか。すごい使ってるよね。使ってますよね。なんかそれを引き合いにストレンジャーシングスのサウンドトラックに似てるとか言ってる人とかいますけど、でもなんか実際80年代の映画のサントラを作ってた人たち、作ってる人、名前を完全にど忘れしてしまったんですけど、の人たちの影響を受けているのでは、みたいな、推測が結構されてますし、アーハのテイクオンミーみたいですよね。わかりやすく言えば。そうですね。ててててでしょ。私はもうなんか小室哲哉さんかと思っちゃった。TM ネットワークかな？そうそうそう。TM ネットワークアルバムに入ってますよね。確かにね、ちょっと話がずれちゃったけど。いやでも、ごめんなさい、私はもう本当に勝手なイメージなんだけど、もうすごい、ウィークエンドのアルバムを聴いてると、小室哲哉さんがこう後ろでやってんじゃないかから、すごい想像してしまって、変なとこに行っちゃうっていうのが、そんな感じです。今日も描く、ハートレスって曲もありますもんね。ある。ハートがねえ。あれこそね。ハートがねえって言ってる曲です。そう、そうね。ハートがねえ。ハートがねえって言ってる。ハートですよね。そう。うん。ねえ。なんかいろいろ聞けば聞くほどなんかね、癖になりそうな。なんか、ウィーケンド自体、いろんなリファレンスっていうか、引用を持ってくるような人なんで。だから、これってウィーケンドを掘ろうとしたら、深みにはまってしまいそうな感じはしますけど。今そういう状態ってことですね。今そういう状態です。今いろいろ言おうと。だってアフターアワーズってタイトルですけど、アフターアワーズっていう映画がかつてあったんですよね。誰のですか？マーティン・スコセッシっていう監督が。私見たことない。アフターアワーズっていう映画があって、とか、しかもそれ、もう名前が同じなんで、もう大前提的な感じじゃないですか。その影響を受けましたっていうのとか。タイトルがね。ですけど、なんかそういう、それこそ80年代の映画のサントラとか、そういうのを掘っていったら、もう手に負えない感じ。そうですね。そうなったりするのでね。でもそういうことをしたくなるような作品ですよね。実際ウィーケンドはめっちゃ映画見る人なんで。私思い出した3連休何したか。はい。私あれ見たよ、ブラックパンサーを。僕は先週パラサイトとミッドサマーを見たって、これ始まる前に言ったらさ、何を今更って言ったら、もう一回同じこと言わせてもらった。何を今更ブラックパンサーを。テレビでやってたんだね、確か。そうですよね。うん。私、あれ一番好きな映画なんですよ。一番好きね。一番好きな映画。映画において、マーベル・シネマティック・ユニバースではなく、生きたきマリコ史上。生きたきマリコ史上、あれが一番好きな映画。一番好きな映画なの。もうちょい詳しく聞かせてください。いや、だってね、本当にね、ストーリーもね、やっぱり考えるとすごい、考えさせられる映画なんですけど、うん、やっぱ音楽がね、いい。あ、音楽が好きだっていうのあれ、ケンドリック・ラマーでしたっけ？ケンドリック・ラマー。はい。あとね、アクセントが好きなんですよ、俳優さん。俳優さんのアクセントがおーおーおー。私、字幕で見るじゃないですか。はい、俳優さんたちがやっぱり、ワカンダ国の出身だから、うんね、やっぱりこう、アクセント、オリジナルのアクセントで喋ってるわけですけど。うんうん、ああ、そっかそっか。すごい、聞いてて面白い。あ、それが面白かった、ね。そう。あ、それは確かに。そういうとこがちょっと好きだとか、そういうのがあるんですけど、うんうん、すいません。あ、いい。でもそれブラックパンサーじゃないと味わえないですよね。うん、他の映画でそんな、まずそういう設定がね、なかなかないですからね。そう、すごい面白い。じゃあ、ブラックパンサーが1位になるまでは何が1位やったんですか？チャーリーとチョコレートコーデ。あ、そうなんですか。うん。異世界に行くやつが好きです。そう、あ、そうですね。あ、まあちょっとなんか音楽が気になってしまう。そう。うん。ごめんなさい。でもそう。でも確かブラックパンサーのサントラにもウィークエンド入ってたし。入ってた。すごいんだ。ね、すごいんですよ。すごいんですよ、多分、彼は。映画も好きだし。音楽も好きだし。うん。はい。こんだけ喋りましたからね。もう半分以上ビーケンの話してますから、多分。どうしよう。収録時間中。半分以上。でも、こんなこと今までなかったと思うんで。なかったですね。こんなこと今までなかったってことを分かって、存じ上げていただきたいっていう感じですね。まあ、それまで、太田さんはまあ、ラップでしたから。ウィーケンドはでもラップじゃないでしょ。ラップじゃない。だから。ポップスターですから。そう、ポップスターね。うん、あれじゃない、初めてなんじゃない私たちが。話が合うのが。話の合うアーティストがやっと出たって感じですか、うん、そう。あ、でもちょうどいいとこかもしれないですね。うん。うん、いいじゃないですか。最大公約数ですね。そうっす。そうっす。はい。はい、話がずれました。多分ほぼ全部使うと思います。アルバムね、さっき。ちょっと言っちゃったね。言っちゃいましたけど、ジャパンホットアルバムス。はい。総合アルバムチャートの1位がですね、何でしたっけ？はい。ジャニーズ WEST さんのダブルトラブル。はい。が1位になってます。はい、1位でした。はい。CD とルックアップで1位を取って。はい。総合で1位を取ってましたね。はい。はい。さっきなんかちらっと言った TM ネットワークっていうのは、はい。TM ネットワークはですね、Gift from Funx T。はい、っていう作品と、Gift from Funx M っていう作品を2つ出してるんですよね。はい。で、これが15位と16位に来てますよっていう。はい、そうっていうのを思い出して、あ、TM ネットワークでそうなるようになったよなっていう。あったぞ、みたいな。ちょっと言っちゃいました。はい、そうですね。なんか総合、ソングスチャートと関連するのは、例えば5位には、ウルのオリオンブルーっていう、作品が、入ってますね。ダウンロードでは2位ですからね。はい、CD は5位ですけど、が入っていたりとか。してますね。あと、ヒゲダンが、ノートラベラーが6位で、キングヌーのセレモニーが7位です。結構長いこと。トップ3にずっと、トップ 3？ トップ5かな？トップ5か。セレモニーが、キングヌーのセレモニーが、今回チャートイン10週目ですけど、はい、初めてトップ5から外れたんですね。外れちゃった。つまり、9週間はずっとトップ5にいたってことですね。はい。長くヒットするっていうのがね。1位じゃなくて長くヒットしてるやつっていうのをね、ちょっと注目してほしいって何回も言ってると思うんですけど。はい、あ、そうですね。うん、まあ、そうの最たる例ですよね。うん、だから、総合ソングスチャートでも同じことが言えるわけですね。アルバムがね。あ、じゃあ、I Love はいつまで行くのかとか。そうですね。あなたがいることではいつまで行くのかとかね。そういうところですよね。うん、そこをぜひチャートインサイトで見てください。せっかくやってるんですから。グラフとかでもね。グラフとか見れるわけですから。チャートページよりチャートインサイトページの方が見応えがありますよね。確かに。うん。いろんな指標の順位が見れますからね。だから結構、いや、多分見てて面白いと思うんですけどね。各指標の順位も20位まで出てますよね。はい、出ます。だから動画再生も20位まで見れる。出ます。カラオケも20位まで見れる。あ、3月9日まだ聞かれてるとかね。歌われてるとかね。そうです。はい。今回はあれですね、初登場曲という、うん、初登場曲じゃないな。うん、初、アルバムですか？集計期間、そうですね、リリース、うん、初週の作品がいっぱい入ったってことですもんね。今週はすごいね、トップ5も全部初登場で、まあトップ20に、限定しても、初登場が17。17作品 ?17 作品入ってるんですね。結構多い方ですね、これは。うん。初登場じゃないのは、さっき言ったヒゲダンのトラベラーとキングヌーのセレモニー。これが6位と7位ですけど。はい、と、あと10位に入ってる先週1位だった。あ、1位だった。グレイの。ベストアルバム。はい。なので、まあ、それ以外全部初登場ですね。ということになります。というわけで以上。半分以上、ウィーケンドの話をした。喋りすぎた。ウィーケンドを聞きすぎて、チャイルディッシュガンビーノを聞けてないので。あ、だから来週はチャイルディッシュガンビーノが半分ぐらいかもしれない。そうですね。半分ぐらい喋ってるかもしれない、うん、し、またウィーケンドの話しとるわけになるかもしれないし、今週はね、デュアリパが出すんですよね。あ、なんか、予定よりちょっと早めに、ね。予定よりちょっと早めに出すんですよね。はい、イギリスの、はい、ポップスターです。イギリスのそう。イギリスやんね。イギリス。でもね、あの子はどこ出身な、出身というか、ルーマニアじゃないな、なんかそういう。あ、ルーツが。あ、ルーツが。ルーツがね。ルーマニアじゃない、どっかの方なんですよ。うん、はいはい。はい。それは皆さん調べてください。はい。ルーマニアじゃない、絶対ルーマニアじゃない。あ、でもなんかそういう顔立ちとかもね、なんかそういうのをちょっと確かに感じさせますね。うん、彼女のインスタ見てます？あ、僕フォローしてますよ。あ、ほんと？うん。時々ご家族出る。出ますね。じゃあ、妹めっちゃそっくりじゃない？そうね。うん。何ちゃんだったかな、うん、なんか妹も結構なフォロワー数がいた気がする。うんうん、そうなんだ。そこまでは知らなかったです。本当？でもなんかデュアリパのインスタって大体無邪気なんで。あ、そうそう。あ、そっか、一回全部消したんだったかな、過去のやつを。うんうんうん。多分、アルバム出ますみたいなぐらいのタイミングで一回全部消して、また新しくやり始めたから、もしかしたら家族のやつないかもしれないけど。うんうん、まあね。でもなんかストーリーとか見てても結構無邪気なんで、うん、無邪気な人を見るのが好きなんで、ね。そう。あんなね、なんかクールな感じだけど。うん、いや、めっちゃ無邪気ですよ。無邪気ね。めちゃめちゃ無邪気ですよ。うん、すごいかっこいい感じ。うん、あと、海外のアーティストをいくつかフォローするとね、気づきますけど、あの人たちめっちゃストーリーあげますからね。そう。めちゃめちゃストーリー。めちゃめちゃあげるからね。でもあれでしょ？ストーリーは音を出さずに見るんでしょ？そう。いやし、僕正直ストーリーは全部見てないんで。あ、見ないんだ。ポン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 ってスキップする時もありますから、あまりにも。ちょっと多いとね、うん、飛ばしがちになっちゃいますね。なんか悪い気もしますけど。しますけど。うん。だから、でもデュアリパ、あ、フォローしてます。あ、フォローしてるんだ。はい、ウィーケンドもフォローしてます。ああ、ああ、ああ。というわけで。はい。というわけで、もうそろそろ大丈夫かな。また余計な話しちゃったかな。余計な話したので、行きたくさんが一人でやった放送回よりも多分倍以上の尺になると思いますけど。はい。はい、どっちが正しいかはよくわかんないですけど。そうですね。まあ、どっちも正しいということで、ね。はい。はい。では、ビルボードポッドキャストでございました。はい。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。